ハロー YouTube ということで、京都に住んでおりながらここのお寺の名前がよくわかんないんですけど、なんか来てます。清水東山ですかね。仕事終わり、そしてまた、違う現場に行くみたいな感じになってるんですが、12月13日に予定していたバンドのライブっていうのが一旦ちょっと諸事情により、キャンセル、もしくは、私個人ソロで、出るっていう感じになります。はい、それは追ってちょっとまた、情報をお伝えしていきたいなって思うんですけど、何ですかね。まあ、とりあえずそのソロに関してはそこでちょっとキンキンで、まだスタジオとか入っていって、もともとはねやろうとしてた内容ではあったので、やっていこうかなっていう感じですね。時は巡るし景色も変わるし日本ジャパン、春夏秋冬あるし、そのどの瞬間でもね、どんな景色が見えていようが、それは素晴らしいものである、なんかそんなことを感じたりします。はい、家がね、壊したりまた作ったり、京都ですけど、中国のね会社というかそういう資本にまあまあ、多く買われてますね、土地とかね、建設で私が働かせてもらってる、県でも結構、そういうのを見られますね。でそしてまあインバウンドっていうのもねもう定着してるし、まあ京都イコール観光地なんでね、そういうところありますけど、本当に住んでる方は分かると思いますけど、大げさに言うわけじゃなくて本当に、日本の方より、海外勢っていうかね外国の方の方が本当に多いレベルで、景色が見えます。面白いですけどね。そこら辺もある意味、世界線の変化、国とかそういう国境が溶けてるとかね、宇宙が溶けて国とか争いとかも調和中和していることを表してるような感じはしますね。まあ、とか言いつつ英語とか全然喋れないからコミュニケーションすることっていうのはまあ難しいんですけど、でもそこがね、今見てる感じだと海外の方がね、例えばまあ日本で留学とか来られてたりするわけですけど、日本語のスキルを身につけて、日本人たちとコミュニケートするスキルを身につけられているわけですから、そこでまあ成立してるところはあるんだよね。まあ、何の話かまた分かんないんですけど、世界は変わる、巡るってことですね。私も動いている、話をしている、で新しいまた、ね、仕事の現場に行こうとしている、ライブ配信も今日やった、巡りだね、巡り合わせっていうのも、ご縁っていう名のもとにね、いろいろ昨日もバンドの練習とかしましたけど、友達、恋人、パートナー、家族、職場ね、その他いろんな人も巡り合わせで成立してるわけですから、今回の人生っていう規模で言うとそれは小さいもので、細かく見えるかもしれないですけど、大まかな目線で言うとダイナミックな規模で巡り合わせっていうのがあるので、過去の巡りもあるし未来の巡りもあるし、でももちろん過去でも未来でもなく今
ここが全てっていうところだと思うので、まあ、尊いなって感じですかね、素晴らしく尊くよく作り込まれたこのゲームだな、地球だな、社会文化だなというふうには思ったりします。はい、ということで、まあ、一旦現場から以上ですという感じです。ありがとうございます。失礼します。